今もバイトをしているオードリー若林、相方の春日と共にメディアに引っ張りだこで、どの層からも人気を集めるオードリー若林、様々なレギュラー番組を持っているが、今でもアルバイト生活をしていると語る。そのバイトがウーバーイーツ。もともと自転車が趣味だった若林は、その趣味が高じて配達員を始めた。大物芸人で忙しい身でありながら、空き時間を使って働く若林に、ファンは体を心配している。ちなみに長期間続けているが、一度もチップをもらったことがないという。